僕はあの言葉を発しない役でしたので、4日ぐらい前から喋らないようにしていて、それでこう現場でも喋れなかったんですね。監督とか周りの皆さんとも全部筆談とかジェスチャーで言っていて、終わった途端に監督たちといっぱい喋りましたね。はい、僕は一日だけ参加させていただいたんですけど、はい、撮影中は監督は喋ってもいいはずなのに、監督もジェスチャーだったんですよね。それで筆談で2人ともこうやりながらこうやってましたね。それはすごい面白かったですね。ちゃんとこっち の立場のことを考えてやっていただいたんでしょうけど、終わってからまたぜひ出来上がったらいつかお会いできればみたいな話を楽しくやってみましたね。